はい、ではミッションというか依頼終わりで戻ってきたところですね。行きましょう。依頼は達成してると思いますよ。間違いなく倒せてるんで、というかすげえ戦闘が楽しいので本当にテンションが高いです。私あと6時間レムに会わせてあげようか。レムに会いたいみたいなこと言うとるからな。レムはでも俺の女やからな、あんまり会わしたくはないっすね。万が一ってことがあるんで。おい、やってきたぞ。ありがとうございました。これで皆も安心して暮らせます。俗霊気魔法入門を入手した。なんだそれは。それはなんだ、あれか、勉強できるやつかかな。勉強できるやつってことかな、もしかして。入門って言ってるから、あそこの授業の種類が増えたのかな、かもしれないですね。なるほど、なる。ちょっと待ってね。操作キャラをレムにしてこようか。じゃあすぐにミッション達成やで。まずは成長。キングさん、一括一括になってきてるよ。あ、違う。これか。霊気魔法4アップと、ま、MP12% ダウンの効果。はぁ、あ。まあ、霊気魔法使うけど、まあまあいいか。まあいいか。新しいアビリティ来た。マガジンボム。弾倉を投げて、それを撃ち抜いて爆発させて敵にダメージだった。かっこいい。クイックドロー。敵の攻撃に対して早打ちで反撃する。もういろいろやん。いろいろあるやん。めっちゃええやん。リロード射撃。リロード中にも射撃することができる。あ、めっちゃええやん、これ。これ。リロード射撃はもう絶対やな。と、あと、チャージ。PB 強化。クリティカル率を上げる。クリティカル率を上げる。クリティカル率を上げるね。まあ、悪くないね。でもこうマガジンボムとか気になる。クイックドローとかが。すげえ気になるな。敵の攻撃に対して早打ちで反撃するわさ。マガジンボム。一応じゃあこうしとこうか。エース君は、キャンセル魔法1型。なんかいろいろ来てますね。サポートデッキ。サポートしてほしいもんね。どちらかというと。こいつね、こいつのアビリティ何のこっちゃわかんないんですよ、マジで。何のこっちゃわからんから。アスピルベノン。で、3、とりあえずこうするか。アスピルミノベノム射程延長。どんどん行くやん、時間延長。アスピル吸ってくれてケアルがしてくれるのが理想的やんね。吸引力がすごいからレムはね。結構ガンガンいろいろあってややこいっすね。あ、ここにも、ここも、あ、行かなくてもこれ行けんねやね。接続可能と。はいはいはい。シアンファントも一つ取れてるわ。レッドファントも取れてる。よし。威力アップ。よし。オッケー。あ、違う。操作キャラ変更でレムにして。出た。いいね。うわ、走り方かわいい。女の走り方っすね、これは。横にダバダバした感じ。いいね。ちょっと煽りで見てみましょう。これ以上下にカメラは行かないです。申し訳ございません。いいね。来たよ。レムちゃん
やったなんだ慣れてへんわアホ仲良くなれてへんわなめんなレムをこう見えてもそこそこガードは硬いぞ正直言わせてもらうとうわなんで私は諸君のことをあまり快く思っていないクポ一組が最強やったのにってことですよね、うん、一組こそがスダク最強と言われていたクポ無論私は今もその言葉に嘘はないと思っているクポだが諸君らが来て周囲の評価が変わったクポスダク最強を超え諸君らゼロ組がいきなり救世主となったクポ私は今は心穏やかではないクポだが良きライバルの存在は同時に良い刺激でもあるクポここで私は誓うクポ必ずスダク最強にしてオリエンスの救世主たる存在は一組であると自他ともに認める存在になってみせるクポしょうもなこれで2時間過ぎんのこれしょうもなこれいやなもっと違うことで違うことでもっと時間過ごしたいな係員あノーウィングタグを回収する役目があるんやオッケー持ってるよいやめっちゃ持ってるよ、うん、渡しに来たはい渡します何これなんか小さなメダルみたいな感じだこれ小さなメダル的な感じやこれオッケー渡したよじゃあ次どうするすることなくなったな授業も終わったしなんか適当にうろうろしてみましょうかチョコボはさすがにまだ帰ってないかな多分一ミッション終わってみたいなことなのかなあ卵なくなってるよあ卵なくなってる成チョコボになったやって今すぐ受け取ります軍用チョコボオスメスオス3つすごい軍用チョコボオスと軍用チョコボメスで早速ミメットの野菜でアタックチョコボが生まれそうですどういうことやねん何やねんアタックチョコボなんかいかついのできる感じやな空飛べるやつとか欲しいね黒チョコボとか孵化するまで時間かかるオッケーオッケーありがとうこれはまあオッケー結構あの雑魚戦かな雑魚戦何戦かとかでこれ発動する感じかなですかねさあどこ行こうちょっとうろうろしてみますか適当にびっくりの人はいっぱいいるでしょうしここはおらんか逆にちょっとサロンとか行ってみるサロンなんもやなあ依頼がある依頼があるはい何ですか他の組の同士と共に戦い100ピあオッケーオッケーこれ本じゃこれ受けとこう100は多分 100SPP は余裕でしょで今思い出したんですけど武器のところ行こうかあそこのあのホストみたいなやつあいつのところ行きますかあいた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 よしよしよし待ってたよ待ってたよついていく楽しいこと一緒にしようやめろやめてくれレムやぞしまった間違えたレム操作してきたやめてくれほらここが僕の秘密の研究所なんださあ入って入ってお前マルサの女のゴンドウかお前はどうなってんねん金隠してんちゃうやろな何これバイオハザードみたいな何を研究してんのいやそこに寝かされんねやレム寝かされんじゃんえうわあかんあかんやだなそんなに怒らないでよちょっとした興味が高じちゃってさこれはマジのやつやんけ村雨君の時よりは軽い薬だから大丈夫だよとはいごめんなさいちょこってるやん村雨薬が切れてきたよもう目が覚めるから大丈夫っと
おい、クラサメくん。やっぱこれマジのやつ。帰ればいいのに。え？クラサメくんって無駄に照れ屋だよな。寝かされてるんですよこれ。まだ薬がちゃんと切れてないな。仕方ない。運んであげようっと。やばい。ベッドに寝かされる。何されてんおい。エーテルだけ渡された。絶対ここで何かされた。待ってたよ。あかん、待てや。あかん、待てや。2時間のご休憩タイムや。何かされてる、何かされてる。美しい人とは本当に素晴らしい芸術品だよ。やっばこれ。この手で作り出してみたいよ。そのためには研究研究。どこを研究してんねん。どこをかを言え、場所を言え。メガポーション もらえたやん。相当なことやられてんでこれ。しまった、俺のレムが、俺のレムが怪我されたと言ってる間に、言ってる間にミッションが始まる。行きますか。作戦が始まりまして、行きましょうか。ちょっと、いやもうレムを一回ちょっとキングで、はい、よっしゃ行こう。久しぶりのミッションじゃないか。し、行こう。ご苦労。ご苦労。達成済みの依頼があるようだな。作戦当日だが、特別に依頼者への連絡を許可しよう。これね、達成したの。これ報告します。達成報告。え、いいの？何もやってないけど。集まったようだ。クラサメの力で勝手に OK になった。では始めよう。はい。一部聞き及んでいるかもしれんが、我がスザクは八石議会の裁可をもって、はい、国土解放に向けた大反抗作戦を開始する。この作戦には総流軍と諸君を含めた戦闘可能な全候補生が参加する。各候補生は軍艦の指示に従い、グループごとに独立して行動してもらう。ゼロ組だけじゃないってことなのか。正規軍とは別行動ということでしょうか。正規軍は交渉面より広告軍本体に当たる。候補生の部隊は少数であることを生かし、機動性を重視。オリエンス最強の遊撃として敵を叩け。また遊撃やね。はいはいはい。我々の向かう場所はスザク領トゴレス要塞。トゴレスは北と東両国の国境に隣接する地域でもあり、本土防衛の面でも早急に奪還したい場所の一つだ。現在トゴレス要塞は広告軍の完全な占領下にあり、正規軍による奪還は非常に困難な状況となっている。なるほど。そこで諸君は正規軍が行う奪還作戦に友軍として参加。内縁部にいる敵主力部隊を制圧してもらう。その後要塞内部に残存する敵部隊を正規軍と共に迎撃。トゴレス要塞を奪取せよ。諸君の活躍遺憾では広告兵の指揮を奪うこともできるだろう。アギト候補生としての力を存分に示せ。以上だ。お任せください。トゴレス要塞攻略戦。トゴレスの戦いは当初スザク軍の優勢で進み、広告軍は徐々に戦線を後退させた。だが戦況が要塞の争奪戦に移ると、広告軍は要塞死守の構えを見せ、突入は困難となった。ここに至りスザク軍令部は候補生部隊の要塞突入を決断した。ゼロゴミもトゴレス要塞に向かわなければならない。作戦レベル13。楽勝だろうが。世界地図の上に戦マークが表示される。戦マークを目指して進むと。よっしゃ行くぞ。行っちゃいますか。行っちゃいましょうぜ。行っちゃいましょうぜ。ゴー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 。筆の場所は入り口でよろしいか。この状態になったらもう依頼は出ない感じかな。ですよね。よし行こう。軍用チョコボも使えるかもしれんからな。どういう違いがあるのか分かんないですけど、アタックはまだ無理やけど。負けるなよ。頑張って。任しとけ。頑張ってください。頑張るよ。
とっても強い敵が現れることがあるから気をつける。やめてくれや。死人可能な状態で歩き回っているモンスターは非常に強い。何？めっちゃ面白そうやんけ。セーブしときますか。なるほど、ロマサガタイプ、シンボルがおるバージョンはめっちゃ強いってことなんや。なるほどね。ちょっとそんなこと言われたら、そんなこと言われたら一回見たいがな、そんなもん。おる？そんなやつ。どこにそんなやつおる？おらんよ。突然現れよるやろな。軍用チョコも投入。何にも変わらへん。何にもや。何の変化もなし。シンボルはおらんぞ。どこにおるねん。怖いな。突然出てくんのかな、ふわーっと。そっちが気になって、ミッションどころやないで、これ。ん？あ、トゴレス地方に入ったと。あ、チョコボがおるな。いや、チョコボがおるよ、そこに。あ、ここにチョコボがおるな。野生のチョコボか、あれが。噂の。おる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 。見て、ベヒーモス的な。いや、この霧深いところでこいつ。行く？行こうか。ドラゴン。かかってこいや！なんじゃおる！いや、霧が。霧のせいでめっちゃやりにくい。グランドホーン。ダメージ、ダメージ。ノーダメージ。ちょっとレムがもう死んでいる。あかん、これ無理や。これあかん、これあかん、これ無理無理。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。逃げよう。どうやって逃げん、どうやって逃げんねん、どうやって逃げんねん、どうやって逃げんねん。これ無理や。ちょっと待ってくれ。逃げるぞ、ちょっと逃げるぞ。どうやって逃げ、どうやって逃げたい。テレポストーンみたいなの使うんじゃなかったっけ。テレポストーンみたいなの使うんじゃなかったっけ。どれやどれ、どこにあんねん。グランドホーンは去っていった。あ、よかった。リム、絶対にリムです。 100% のリム。マジ戦ったあかんやつ。やめとこ、気をつけよう。マジで戦ったあかんやつやった。ここでいいのかい。よし、作戦開始。速攻死亡してるやんけ。なんで黄色くなってんのやろ。なんで黄色くなってるんやろ。使った方がいいやつってことなのかな。セブン、セブンかっこいいんですよね。まあエース。え、なんでこれ黄色、黄色の意味がよくわからんが、装備は変えない。いえ、操作キャラはキング、エース、レム。はい、よっしゃ行こう。魔導員の支援はじゃあ受けましょう。よし。第一次朱雀反攻作戦は総竜軍による制空権の確保、および候補生によって編成された神出鬼没な友軍の活躍により次々と勝利を収めていく。始まってるやん。続く広告軍は戦線の維持を放棄。クラスゼロが向かったトゴレス地域でも、ああなるほど、ではあるが広告軍の後退が目立ち始めていた。でちょっと籠城気味に死守しとる。相手は魚住ただ一人。魔導員支援を使いましょう。受けるにしたよ。クラスゼロ任務開始。自身操作キャラで任務を達成せよ。現在正規軍が他方面より要塞奪還作戦を展開中。クラスゼロは任せろ。南正面より攻撃を開始。敵の注意を引きつけろ。
はい、軍用クワール楽勝や。さっきあんだけ戦ったからな。行くぜ行くぜ。336中隊だ。これより攻略を開始する。793中隊、目標地点に到着。なんとしても突破しろ。はい、ここを奪い返すんだ。はい、なんとマゲット。軍用クワール来い来い。弾が。オッケー。オッケー。縄文突破を確認。336および756中隊、攻勢を開始せよ。ごめん。綺麗な怪我をゲット。さあ行くぞ。こちら336中隊。おう、デカ物がいますな。デカ物がいます。状況急れ。縄文が突破された。よし、オッケーオッケー。とりあえずこいつ倒しにかかります。倒した、これは倒したでいいのかな。ニムロッドさんよ、強い、すげえ強くなってる。レベル上がってるからかな、めっちゃ強い。オッケー。どこ、あ、上、はい、強いよこれ。うちの、危ない。バンクロフト注意。遠距離がこれ使えるわ。遠距離が使えますさ。お助けに参上。はい、ファントマゲット。元ラレイ黒。次こっち。助けてくれ、ガーリアが。うわあ。任せろや。緊急連絡。西方面に展開していた793中隊と通信途絶。何これ？何これ？警戒を厳重にせよ。これは何？閉じ込められたみたいだ。要塞内防衛装置の起動を確認。危ない。攻撃対象は要塞にとっての。うわー、なんか出た。こちらで。おお。それまで待ってくれ。召喚銃みたいな。あの裏手のこれを攻撃しなあかんじゃん。召喚魔導壁を。分身が相手か。エナジーウォール解除まで25、24。こいつはやべえぞ。もうちょい。いける。あと一発。よっしゃ。うわ、めっちゃ食らった。うわ、最悪。最悪じゃないか。ちょっと助けて。あー、最悪やー。最悪すぎる。ちょっとここで何位を出しましょうか。これ戦ったらあかんのじゃん。ダメージ入らないですもんね。こんなところまで。ああ、最悪や、やりにくいよ。やりにくいよ、非常に。味方来てくれ。よし、すげえやりにくくなった急に。まあいいや、頑張ろう。ガンに頼ってたからな。ガンに頼っとったわこっちは。すげえやりにくい。よいしょ。さあ、来たよ。このパターン。よいしょ、オッケー。強いよ、強い。オッケー。
ジャンプは結構いいな。おっしゃ、え、入らなかった。いや楽しいんですけどね、9はないんでめっちゃ楽しい。やば、死ぬ。よっしゃ、よし、危ない。ロベルト注意は私が。よいしょ、 OK。 OK。 ジャンプむずい。蹴られた。よし、ちょっと離れた状態から正国戦おう。よし、危ないよ。ゲストさんが来てくれてる、ほら。西海岸を制圧したクポいいのかな、流れはこれでいいのかい。軍を食わる、いやーこれやりにくいわー、めっちゃやりにくい。くそ、やつを倒す。火力しょぼいな、火力超しょぼいな。おい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 、えらいことなってんぞ。おいこれなんとかならんのか、これ無理よな。いやこれ無理よな、これなんとかならんのか、誰か。やばい、遠距離の人、何か遠距離の人。俺の番だぜ。いやおらん、どうやって倒すねこれ、どうやって倒す。無視していく、向こうに何かターゲットがある、上におるんか、上に敵がおるな。こいつらも倒しにくいっすね、めちゃくちゃ危ない危ない、ボッタチ危ないよ。移動するか、ボッタチは危ないぜ。いや、いけない。これ一回帰った方がいいんじゃない、これ一回帰った方がよくね。援護を開始する。これだ、ちょっと生き返すのできひんのかな。作戦中止、タイトルへ戻る。作戦中止させて、やり直しましょう。これはやり直しましょう。ここからやり直そう。はい、すいません、ちょっと不甲斐ない戦いだったので再度やり直したいと思います。ということで見ていただいてありがとうございました。